このスムージー美味しい。噂を聞いて買いに来てみたけど当たりだったな。あれ、もしかしてダリアさん？ん？あれ、マホナ。こんなところで奇遇だね。このフェスに来てたことは知ってたけど、久しぶり。お久しぶりです。ハピアラのステージ見たよ。とても良かった。ありがとうございます。ダリアさんにそう言ってもらえて嬉しいです。私もマーメイドのステージを見させてもらったんですけど、めちゃくちゃかっこよかったです。ダリアさんのダンスもぴったりハマっててすごかったし、踊ってる途中で曲のつなぎが来て、ダンスもシームレスに次へつながったところなんか鳥肌立っちゃって。そんな熱心に見てくれてたの？ありがとう。マホの DJ もとてもかっこよくて印象的だったよ。いつかマホのサウンドで私も踊りたいな。あ、本当ですか？って、いやいや、私なんてそんな、まだまだ力不足で。そう？マホは昔から真面目で努力家だし、案外遠くない未来に機会が来るかもしれないよ。そうかな。そうそう、道場にいた頃も師範が陰でよく褒めてたよ。真面目で努力家で空手と真剣に向き合うことを知ってるって。そうだったんですか？師範、私の前では超厳しかったのに。あんまり直接褒めることはしない人だったからね。鬼師範ってみんなに怖がられてましたもんね。でもそうなるとちょっと申し訳ないな。ん？どうしたの？実を言うと私、特に空手を習いたいと思って入門したわけじゃなかったんですよ。そうだったんだ。じゃあなんでまた？父が私に護身術を習わせようと連れて行ったんですけど、私自身は興味がなかったからあんまりやる気なくって。でもあの時体験会のパフォーマンスでダリアさんが瓦割りを披露していたじゃないですか。あれを見て、すごいかっこいいってテンション上がっちゃって、結局それを見逃さなかった父にまんまと言いくるめられて、気づいたら入門していたって感じなんですよね。そんな事情があったんだ。なんだか騙したみたいになっちゃってごめんね。瓦割りなんて実戦じゃ使わないのに。いや、実戦って、そもそも試合でもない時に空手を使うことなんてないですよ。そう？お父上も不審者対策で習わせようとしてたんだし、ありえなくはないと思うよ。心配しすぎですって。でも入門したことに後悔はしてないので、ダリアさんも気にしないでください。練習は大変だったけど、道場の人はみんないい人だったし。まあ師範は怖かったけど。そうかな。でも何より道場のエースでみんなのお手本だったダリアさんがいつも私たちのことを気遣ってくれてましたから。そっか、そう言ってもらえると嬉しい。真帆こそ自分の練習もあるのに下の子たちの面倒も見てくれたり、こっちが忙しい時にサポートしたりしてくれてすごく助かってたよ。いえ、そんな、いつもお世話になってたし、何か自分でもできることしなきゃって思ってただけなので。道場はもうやめちゃったけど、今全然違うフィールドに二人しているっていうのはなんだか不思議な縁を感じるな。ジャンルは変わったけど、また真帆と競い合えるのは嬉しいよ。おっす、私も負けません。うん、お互いまた切磋琢磨していこうね。やっぱりダリアさんかっこいいな。